おはようございます。本日も今から平凡な一日をやっていきたいなと思います。ですね、花とかこの辺が赤いんですけど、なんでかわからないですけど、もしかしたら今日日焼けしたんかもしれないですけど、まあ、特に今日外に出てたわけでもなく、自転車でちょっと走ったぐらいで多分めっちゃ焼けたと思うので、めちゃくちゃ日焼けしたか、それとも僕サウナ1日に2回行ったんで、それのせいでほてってるのかどっちかちょっとわかりませんが、顔が赤いのは全然体調的な問題じゃないのでご安心ください。現在がですね9時25分で、今から本来なら寝ていくつもりなんですが、まあ、今日に限っては、まあ、嫁蔵と一緒にちょっと外のベンチで一杯ビール飲んで寝ようかって言ってるので、一杯ビール飲んでから寝たいなと思います。ではビールいきます。なんか今日は喉がガラガラしますね。今日の寝癖はこんな感じになっているので、そんなに激しくないですが、今から準備していきたいなと思います。準備します。はい、本日はこの黒のノースフェイスと赤のパンツになってるんですが、最近よく1日で何回も着替えてジム行くので、多分途中でこの服装は変わると思います。はい、それではですね、洗濯物を今やってるので、それが出来上がるまでちょっとだけ10分15分ぐらい編集して、洗濯物出来上がったらちょっと朝散歩行きたいなと思います。では編集します。洗濯が出来上がりました。はい、それではですね、あれからいろいろ準備できて今朝散歩に向かってます。ちょっとやっぱ昨日の夜顔赤かったん、若干なんか湯冷めしてたんかもしれないですね。今ちょっと喉痛いんで、風邪とかではないんですけど、完全にこう湯冷めしたんやろなっていう感じですが、まあおそらくコーヒー飲んで喋り出したら多分元気になってると思うので大丈夫かなと思います。今日はですね、おそらく嫁蔵は元気に帰ってくると思うんですけど、まあなんでかっていうと明日が休みやから、休みの前日はものすごいテンション高いんで、まあ多分今日もテンション高いかジムめっちゃ頑張るかどっちかやとは思うんですけど、なので今日は皆さんにちょっとピリつくような夫婦の雰囲気はないと思うので、ご安心して見ていただければなと思います。はい、それではですね、今からはこのカスタム T シャツの動画を撮っていきたいなと思います。では撮っていきます。はい、本日は、ノースフェイスの、はい、それではですね、今から、オフィスの方行きましょう。最近なんかバタバタ用事してからオフィス行くことが多くてちょっと遅くなるんですね。10時15分なんでちょっと遅いんですが、行ってサンドイッチとコーヒー飲みながら、またコーヒー買いって感じですか、サンドイッチとコーヒーで朝ごはんにしたいなと思います。そして昼からはセカンドチャンネル撮りに行こうかなと、久々に公園に、でその後ジム行ってサウナ行こうかなみたいな感じで思ってますが、まあ、そんな感じでゆったりやっていこうかなと思ってます。今からはさっき撮ったカスタム T シャツの動画と、あと朝散歩の動画をささっと編集して昼にしたいなと思いますので、そこまではまあ行きたいなと思います。ではオフィス出社してまいります。それでは帰ってきました。ただいまが12時9分というところで、しっかり2本仕上げたので、まあ、今日のやらなければいけない仕事はもう終わったので、あとはセカンドチャンネルを撮るためにホームグラウンドに行くのですが、まあ、その前に一回ちょっとご飯食べたいなと思います。はい、それではですね、今からは帰ってきたので昼ご飯を食べたいなと思いますが、疲れたのでタコズキッチンはせずに、ちょっとラーメンでも食べに行こうかなと思います。その間にアップロードしていくという、さっき編集したやつをアップロードして、これが僕の、命のメモ帳ですね。ここに今月1ヶ月のスケジュールびっしり入ってて、動画この日に何をあげるとか、この曜日に何をあげるとかもびっしり書いてあるので、6月末までの予定は埋まってるので、あとは頑張って編集して撮影しなあかんっていう感じですが、まあ、今日はもう撮ったのでいいでしょうというところです。はい、それでは到着したんですけども、残念な出来事です。じゃん、
回ってる。はい、結局ですね、あれからあのセブン入れの富田監修のラーメン食べようと思ってセブン入れ行っても、セブン入れも売り切れっていうことで、第3の候補ガストに来ました。でガストで食べてみます。はい、行ってきました。最近筋トレしてるのでチキンが効きましたね。この胸筋ぐらいに効いてますね。で今からはちょっと久々に公園に行きたいなと思うので、公園に行きたいなと思います。セカンドチャンネル用の動画を撮ります。はい、それではホームグラウンドの近くまで来ました。はい、ではですね、ここでセカンドチャンネル撮っていきたいなと思います。おせさん、使わせてもらってます。ジムで水素水を入れるように使わせてもらっているので大活躍してます。ありがとうございます。はい、ではですね、今から、セカンドチャンネル撮っていきたいなと思います。それが終わったらちょっと昼寝したいなと思います。はい、それではですね、無事セカンドチャンネル終わって、で、今からは昼寝の時間にしたいなと思います。今話してたらたまたま視聴者の人に見てますって言われてありがたいですね。その時の方、あんまお話できなくてすみません。動画撮影してて、またその辺で見かけたら声かけてください、ね。では寝ましょうかね。はい、それではちょっとうとうとしました。ただいまが3時33分。寝ようと思ってましたが、なんか鳥がうるさかったんでイヤホンして YouTube で海音って調べて、さざ波を聞いて丘サーファーを思い出しながらちょっとうとうとしてました。今からは一旦家帰って、セカンドチャンネルの先撮った動画を YouTube にアップしてジムに行きたいなと思います。では帰ります。いや、帰ってきました。服このままやったら絶対嫁蔵に怒られるので、さっき洗濯物にポイン。はい、ではですね、ちょっくら着替えてきて、現在がもう4時前なので、今からデータをいろいろ入れていって、そっからはジムに行きたいなと思うので、まあ、4時には出発したいなと思います。あとは心置きなく、サウナに行くだけです。いや、到着しました。この時間はですね、小学生の頃だとがっつりタイミング被るからですね、小学生の頃はスイミングなんですけど、入り口でたまに戯れてるのと多分ぶつかったりするので気をつけないといけないですね。ランニングを20分ぐらいして、まあ、軽く筋トレしてサウナ行きたいなと思います。行ってきます。はい、それでは行ってきました。2時間ぐらい経って今6時過ぎなんで家に帰ります。はい、それでは家、マンション帰ってきたんですが、まさかですね、風呂場で素敵な出会いがあってですね、僕がサウナ終わってから外でバーッとしてたら、お兄ちゃん若いのに、ね、誘われてんのかって言われて、パッと見たらおじさんが声を入れて、おじさんに名刺も交換させてもらって、って言っても僕名刺ないんですけど、家に置いてあって、わー今ないですみたいな感じで名刺交換したんですけど、まあ、なんでそんなことになったかって言ったら、なんかたまたまなんか今日休みか、サラリーマンなんか休みなんかって言われて、いやなんか休みっていうか、やっぱ絶賛今仕事中というか動画回してるんですみたいな感じになって、動画ってどういうことみたいな感じになって、で、あ、 YouTube でみたいな感じで言ったら、あ、そうなんやみたいな話になって、なんかそっからいろいろ聞かれて、その前の仕事の話とかされた時に、小学校からの先生やってたんですって言ったら、実はうちのとこの子供もそういう学校通ってんねんって言ったら、まさか隣の学校やって、ええー、みたいになって、意気投合して、なんかその人も今起業やってはる経営者の方やったんで、いろいろ経済の話とか、まあ、そんな話とかしてて、でなんか名刺交換したという不思議な出会いで、ただでもジムなんで結構毎日行くんで、まあ、また出会うと思うんですけど、まあ、この人のことをですね、まあ、分かりやすく師匠と、名付けたいなと思います。見た目はですね、背のちっちゃいザ・日本人っていう感じの、まん丸いお顔をした、カメラらしい60の人なんですけど、ものすごいこう先見の目があるような感じで、もうこれからは師匠と呼ばせていただきたいなというふうに思います。では帰ります。はい、それではですね、あれから嫁蔵が帰ってきてですね、今ご飯を作ってくれてるわけなんですけども、僕はやっぱり体調が悪くてですね、喉がガラガラになってきたので、やっぱりサウナでのぼせてるだけじゃなくて単純に体調が悪かったです。では、ここら辺でお別れしたいなと思いますので、見てもらってありがとうございました。